感覚で、あ、飛んだなって言ったら止めれるか止めれないかも、もう止めるのにも10分も20分もかかる。だから一つの動画でこういう静止が止まってる場所を分かるんだけども、こう人間のうちがそのあれが追いつかないから、止めるのにも1日かかる、ね、こういうふうにこういうの、もう明らかにこれ、ここも、あ、そうそうそう、それはね、まあ、今後のあれで場所はどうだとか、なんとかね、これこれなんかあるね、これこういうのが僕たちはいますよっていう、そう、ね、目的があってね、うちらのちょっと自分らも目的あって会いに行ってるし、合図を送ってもらうような感じでこうちょっと回って歩いてるかなって感じなんですよね。で次行くと、まあ、同じような、あ、諏訪大社、諏訪大社の近くのね、うん、これも動画コクッと撮るの大変だった、これ止める、止めて撮るのがガチャッとね、すごいの、このキュッって言ったらもう一瞬こうやってバッと起き、諏訪大社のあれで撮ったと思うんだけど、これまあいろんなって、これね、皆さん分かるの、これこの意味っていうのは聞いた話だと、これ離れてるとこ、ここでこれが2つひっついてこういう状態になってる。で、あの玉は何だね、まあ、まさにこうでしょ、これが重なった時にパワーが、全く全然考えもつかない、実際こういうのは動画で撮れてる。次いきますよ、これね、同じようにアップしたやつね、次は、ね、あれ消えてますね、さっきのやつが